こんにちは、フレンチブルドッグココの飼い主です。パパ今から夕方のお散歩行ってくれるんですけど、その前にね、ちょっとね、我が家に荷物がたくさん あ、そうそうそう、あれしました。模様替えをしました。ここに置いてあった大きいダイニングテーブルを、もともと私のパソコン机があった方に移動させて、パソコン机をこっちに持ってきました。実は Mac を買いまして、これが Mac、 絶対 Mac。 ほんでこれはもう分かる、これオーブンですね。私が大学1年生の時から使ってる電子レンジがぶっ壊れた、潰れましたので。そう、何年大学1年生だったら17年も使った。電子レンジ17年も持つよね。いや持ってなかったよ。クリスマスケーキをさ、グーワンで作ったけど、あれなんか30分か40分かなんか50分かなんか焼くねん、生地を、スポンジをね。それでさ、セットしてんのに15分ぐらいでピーって言うねん、やんか、焼けたよ言って、嘘つけみたいな、焼けてへんやないかい言うてさ。でももうほんまに買い替え時、これがわからん。何買ったっけ、なんか買いました。ちょっと待って、なんか何を買ったっけ、本当にこれがわかんないんですよ。これ何、ちょっと待って、年末に買ったものを思い出していこう。マックオーブン、空気清浄機のフィルターを買った。あ、そうやん。え、こんなでっかい箱でぐるー圧力鍋かなと思って。それこそこんなでかい圧力鍋、でもなんか重さがそんな感じ、鍋やと思う。あとなんか買った気がする。あ、思いました、 GoPro も買いました。 GoPro もまだ開けてないんだけど。あと何、これで終わりか。思い出さへって言ってたの GoPro かな。 GoPro 鍋、オーブン、マック、フィルター、5つある。5つだけだっけ買ったあと。鍋やな、鍋じゃなかったら俺はもう禁酒してもいい。でも一回百貨店で見に行ったんですよ、フィスラーっていうところの圧力鍋、これぐらいだったで。こんな大層な箱で来るかな。あ、なに、ちょっと待って、もう不安になって、ちょっと不安になる、不安になる。リードをかけるって言ったら不安になる。あ、鍋や。え、なんでわかんの。ほら、フィスラーじゃない。あ、鍋鍋だった。ちょっと待って、こんなん分からへんでな。鍋かい。ココさんがお散歩まだかいの言ってるで。行こう。じゃあ私はちょっと調べ物があるのでお願いします。今年最後の動画がまさかこんな動画になると思わなかったけど、段ボール開封していこうと思います。あなた飲んでますけど大丈夫ですか。はい、まあもう一日終わりましたからまだ6時になってませんけどやったー、もう壊れたオーブン捨てていいやな。2016年に発売されたみたい。え、電子レンジじゃないの。あ、電子レンジ機能ってあるやろ、ないの。まあ一回あんま使わへんし、 あんまりうち使わない。電子レンジ全然うち使わないから、とりあえずケーキが焼けて、キッシュが焼けて、燻製が作れて、食パン焼けたら。でも燻製臭いんちゃう。それをですね、この子は何とかしてくれるんだって。脱臭機能。そう、自分で煙だからね。この住宅街で燻製作ってもご近所さんから文句こうへんの。ココちゃん、ママは嬉しいよ。あ、かわいい。割と電子レンジ待ち合わせだね。私ちょっと本当に家電とか疎いんで、電子レンジだと思ってたら違ったね。もうトースターで思い描いてるよ。トースターと電子レンジどう違うの。はい、うちの食器棚です。ちょっと若干移動させちゃったんですけど、今こんな感じ。これが、パパが大学生の時から17年間使い続けてきた電子レンジです。ありがとうね。これも私があれや、高円寺に住んでた時に中古で買ったから、なんか譲ってもらったからやわ。すごいね、これはすごいよ。すごいよこれ、もう年季入ってる、何年もかだから分からへんもん。これでもね、割と両面カラッと焼けるからね、パンが。え、捨て、俺は意外と好きやった。私も使いやすいなとは思ってたけど、捨てるよね。足りめだ。はい、じゃあこのスペースが一体どうなるのか。わあ、いいじゃん、めっちゃ広い、めっちゃ嬉しい。やった、ココちゃん、ママは嬉しい。百貨店で見てネットで買うというこの極悪非道ぶりを。お前でも百貨店で買うのとネットで買うのじゃ2万以上違う。あ、そう。値段が全然違う。値段違った。2つのオーブントースターを捨てたことにより空いたスペースに置くと。いや、開けますよ。うん、おお、ほうほう、やばいね、画面が。オッケー、全然違うやん。いいんですか、もらっちゃって。マック、いいよ。ありがとうございます。今さら返されても困ります。
今パパが GoPro 開いたそうです。 GoPro 来ました。まだ使い方が全然わかんないですけど、ちょっといずれ走り回るココさんをこれで撮りたいなと思ってて、初期のシリーズのやつが発売された時からずっと、あ、 GoPro って素敵だなと思ってて、今コンデジを2台使ってますけど、コンデジ買う時に GoPro にしようかなって悩んでたぐらいなんですね。でもちょっと初めは普通のカメラにしようと思って、ほんでコンデジにしたんですけど、ついに何年越しかで GoPro 手に入れちゃいました。あれだもんね、テレビの人もこれ使ってたもんね。あ、そうそうそう、一回うちにテレビの取材に来てもらったことがあったんですけど、その時の取材の方が GoPro を使ってて、てこれいいですよってね、おっしゃってたので、あ、へえと思って、動物ピースで。ちょっとですね、ざっくりにはなりますが、この年末家電にいくらかかったのかを計算してみます。これがだいたい274093、GoPro ですね、これとこれセットで、あとSD カードも合わせたら60000だね、60156、あと3065円もポイントで差し引いた分も合わせたね、で、あともう大会でいいんじゃない、何個やったっけな、ほんまに覚えてない、5万ぐらい、5万、じゃあ15000円ぐらい、いやトースター、フィルターが6000円、およそですけど40万円かかりましたね。でも消費税が上がると見越しての、そう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 、消費税がね、まあもう上がるんやろうなと思って、その上がる前に必要なものを揃えたいと思ってですね、それでもう勢いつけて買ったんですけど、もうしばらく買わんでいいやろ、だって家電の。はい、というわけで、模様替えしたのもパソコンが来るので、こっちにあったダイニングテーブルをあっちに持って行って、あっちの狭いパソコン机をこっちに持ってきたっていう感じなんですね。もともとパソコン机だったこの机なんですけど、これパソコン机ってわけじゃなかったんですよ。二子玉川のね、リセノっていうお店で買ったんですけど、カフェテーブルやんな。もともとその二人暮らし用とかのそういう机なんですね。それ私がパソコンにしてたので、まあ、本来の使い方が今できているというかですね、夫婦2人だとこの大きさでちょうどええぐらいよね。いい、逆になんか今までは広かったんやなと思って、だから広いとね、結構いろんな余計なもの置きがち、なんか食事に関係ないものとかね、置いたりしちゃってたんですけど、今この狭さやからいるものしか置かれへんくなって、逆にちょっと良かったかなと。でね、掃除しやすくなったんですよ、足元が。今まで動かしにくい椅子とかが奥にあったりして掃除機大変やったんですけど、今ねこの状態やからすごい掃除楽になりました。ほんでこのベンチ、今までここに3人座ってたんですよ、ここを挟んで。でもここがね、この状態で横に寝るから、一番ねちっちゃいくせにね、一番幅取るんですよだからもうパパも私もすごい肩身狭い思い しながらご飯食べてたんでね、今やっとですね、私がこっちに座って、まあココちゃんもゆったり寝れるし、パパもゆっくり座れると、そんな作りになりました。ね、こっちの方がいいよね、暮らしやすくなった。なんでパソコンを買ったのかなんですけど、別にまああっちのパソコンが壊れてたわけではないんですよ、全然現役で元気に動いてくれてるんですけど、もともと私がちょっと Mac に興味があったっていうのと、あとパパがですね、なんか最近動画編集に興味を持ってくれてて、編集覚えるって聞いたら覚えるって言うから、あ、それやったらちょっと並んでできるようにってことでね、買ったんですけど、まあこんな感じの机になりました。これでね、かなりすごい広くなったんですよ、ここが。ほら、めっちゃ広い。見てこれ。え？わ、すごい。なんか私がグダグダ喋ってる間に GoPro を。すごいやん。よ、ういー。ちょっとね、2018年最後の動画だというのに、ちょっとグダ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 してしまって申し訳ないんですけれども、ですね、明日1月1日、2019年最初の1本なんですけど、ちょっと、プレミア公開っていうのをしてみようかなと思ってます。プレミア公開を知らないお方のためにちょっと説明しておきますと、じゃあ私もね、説明することは知らない、知りません、知らない、私も最近知ったんやけど、なんかライブの生配信ってあるじゃない、 YouTube の、で生配信じゃないんだけど、あらかじめ編集して作っておいた動画をライブみたいに配信できるっていうサービスなんですね。で、もちろん無料で閲覧できるんですけど、なんていうの、チャットとかができるらしい、ね、
いや私もやったことないし見たこともない、見たことあのちょっとよくわからへんだけど、つまりですね、あの YouTube の生配信ってほらチャットする機能があるじゃないですか。であのでもそれってあのチャット機能って生配信しかなかった今までな。でもそのプレミア配信っていうのができて、そのあらかじめ用意した動画やけど生配信じゃないけどチャットができるよっていう、だからチャットができるいつもの動画投稿や、そう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 、え多分あ間違ってたらごめんなさい。いやでもそんなんらしくて、なんか面白そうやなと思ってちょっと試しに明日やってみようかなと思ってます。明日1月で2019年1月1日19時にですね、やります。公開して、で私もチャットに参加しようと思ってるんですね。でもちょっと待って、でもね、あの私チャットって実はやったことないんですよ。あのカンさんの動画で1回だけ、だから生放送のほんまに終了直前にお疲れ様でしたって一言打った気がするけど、あれも投稿できてたのかは分からんぐらいすごい土初心者なんで、私ネット土初心者なんでね、ちょっとチャット参加できるか不安なんですけど、 もし自分ができたらあの駆け込んでいきたいなと思っているので、なんかまあ皆さんとお話できたらなと思ってます。はい、ほんまにめっちゃ短い動画やね、もう5分ぐらいの動画でもう作ってるんですけど、プレミア配信をやってみようかなと思っています。皆さんだからよかったらあの明日19時、ここチャンネルぜひよければあの見てね、チャット書き込んでみてください。あでもう作ったんで、その動画、なんとこの机が移動する前にあの作ったんで、昔の配置になってます。机が多分見納めになると思いますのでね、ぜひ見てください。はい、言ってどうしようできへんかったら、まあできないのもまた味があるね。いやもしチャット私うまくできへんかったらちょっとごめんなさい。あ初心者さんやなと思っていただいて、スカイプのチャットしかやったことない、1対1のチャットしか。いっぱいガーって打たなかったじゃん。いや分からん、私のタイピングめっちゃ LINE ぐらいしかやったことない。 LINE まあ、そんな感じなのでですね、はい、ちょっとチャット慣れしてない私がちょっとチャットをやってみようかなと思っていますので、明日もよければ、明日もっていうか2019年もよかったらあのココチャンネルでね、あのココちゃんを見に来てくれたら嬉しいなと思っています。はい、ということで、今年1年本当に皆様ありがとうございました。来年もね、あのいい年になりますように、来年もどうぞよろしくお願いします。良いお年をということで、もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。じゃあまた。